水田文雄は、日本の評論家、小説家、第七高等学校造書館文科卒業。1930年東京大学文学部、品哲学科卒業、文学博士。ベルリン及び、ミユン編ン大学留学新聞研究室に在籍。1930年朝日新聞入社。南京、上海、欧州あるジに、ドイツ駐在で、ロシアを含み、 欧州各国を取材で回る。自由言論弾圧にあや朝日新聞大社。東方入社、宣伝部長。高楽園スタジアム支配人。顔石鹸入社、中国駐在となり、上海講師取締役社長、天津市社長健康上長。1945年天津にて終戦を迎える。家族、妻と子供5人で1946年に、 日本への最終戦で引き上げ帰国。戦後に、吉田社長にスカウトされ、電通入社、以後テレビ部長、PR 部長等と、勤め民放テレビ局の解説で、CM 担当、評価、マーケティング等と広範囲に携わる。日本初の英語優先テレビを創設した。宣伝、広報、PR 等を指導し、日本の PR 専門家として、TV 出演等で著名となる。 同時に各広報、PR、マーケティング、宣伝等の評論家でもあり、日本各地にてセミナー、会議、講演等を通して若者を指導した。サラリーマンの傍ら書いたベストセラーを含み著作は多数で、マルチ広報活動エッセイスと小説家としても活躍した。アマゾンリンク、ありがとうございます。